皆さん、こんにちは。デベリポートのナナです。突然ですが、皆さん、コピーブワクというコーヒーを、コーヒー豆を聞いたことがありますか？ここにカンペがあるので、コピーブワクは、ジャコウネコの粉から作られる未消化のコーヒー豆のことで、コピーはインドネシア語でコーヒーで、ブワクはジャコウネコ、マレージャコウネコの現地の呼び名です。日本ではコピールアック、コピールアック、ルアックコーヒーなどと呼ばれることが多いです。もう独特の香りを持ったコピールアックは、産出量の少ないその希少性により高額で取引をされております。なぜこんな質問を？いい質問です。なぜかと言いますと、実はデベでこの コピールアックを取り扱っているんです。それで今回皆さんにルアクの美味しい入れ方や、私たちが実際に飲んでみた感想などを皆さんにお届けするという動画です。私もまだ実際に飲んだことがないので、本当に楽しみです。なかなか話しちゃいそうなので、早速動画に入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、そしたら豆を挽いていきます。豆をまずスプーンに1杯ぐらい、それより多くてもいいです、取ってビルに入れます。いい音がします、この時で、ぐるぐると引いていきます。ちょっと力がいりました。はい、2倍速でお送りいたします。はい、で、出来上がって取っ手を開けてみると、あら、全然見えない。はい、そしたらあらかじめ温めておいたカップに付属のドリップバッグをセットします。で、粉をドリップバッグに入れます。約 10g ぐらいですね、がベストです。で、少量のお湯をそっと注ぎ入れて蒸らします。うわ、下手くそはい、まあ、20秒ぐらい待ってくださいね。そしたら、まあある程度行き渡るので、はい、2倍速でこちらもお送りしております。はい、まあ、待ったら次はお湯を注ぎます。粉の中心に小さなのの字を書くように、お湯を3回ほどに分けてから優しく注ぎます。で、水面から3分の1程度上がったら次のお湯を注ぐようにしてくださいはい、そしたら美味しいコーヒーの出来上がり上から見るとこんな感じです。美味しそう。はい、じゃあ今からコーヒーに絶対ミルクを入れて飲むタイプと、コーヒーは絶対ブラックでしか飲まないタイプと、コーヒーは絶対砂糖を入れて飲むタイプの、この3人で猫の辺から取ったコーヒーを飲んでいきたいと思います。じゃあ飲んでいきましょう苦くない。なんかね、お菓子持ってきちゃった。これです。見たことある。あ、なんかカルディで作ってない？あ、ハニーナッツだね。シナモン入ってるみたいな。てかさ、これよりさ、こっちの方さ、めっちゃ食感が。これをちょっと紹介したかった。でもこれ、溶けてる。溶けてる。でもなんかこのコーヒーとなんかお菓子パーティーみたいなのは絶対楽しそう。なんか
みんなで、みんなでこうなんかお茶会じゃないけどのコーヒー会みたいな、でなんかこう珍しいコーヒーとかを集め合ってなんかコーヒーを飲むのも楽しいかなって、ね、好きなお菓子が、うん。めっちゃ美味しくないっけ？めっちゃ美味しくない？美味しい？美味しい？美味しい。あっち向いして。だっても食べるし。その辺から取るコーヒーもある。そう、そう本当に感じたと同じ。じゃあそのジャワニコや、そうジャワニコはそのそういうなんていうコーヒーの味とかをちょっと食べて、それのジョーバージョン、私カシカシのとジョーバージョンで、ジョーコにあんなちっちゃい豆を食べさせてそれが出てくる。そう食べでこれは想像つくやん。え、でもなんかいいね、買いつけたもん。そう。そっちの方、そっちもなんか視聴価値が本当に高くて、ね、っていう。そう飲んでみたいよね。なんか猫ってこんななんか本当美味しいもんだよね。牛乳ね、なんか結構猫あるやん。猫あった。もう全然美味しい。あった、美味しかった。ですよ。今度ちょっと企画でやってみよう。ゾウのめっちゃ高かったでしょ。調べてみます。ゾウの船を調べて次はメルコさんにお願いいたします。もし機会があったらここでは皆さんが一番疑問に思うであろう質問にお答えいたします。それはなんでカフェなのにコーヒー？はい、そう思われる方も多いかと思います。私も言った思います。なんで？なんでフィールワークをお届けできるかと言いますと、ベベで長年お取引のあるインドネシアを信頼できる家具メーカーさんからおすすめのコーヒー農園をご紹介いただいて、そこから中間業者を介さずに直接買い付けをしております。で、インドネシア、西、ジャワ州、バンドのコーヒー農園から本場の味をそのままご提供しております。そういう流れで私たちがフィールワークをお届けするという形になっております。最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画を通して少しでもコピールワークに興味を持っていただけたら嬉しいです。もしコピールワーク見てみたいなって思ってくださった方のために概要欄にリンクを貼っておきます。インスタグラム、ツイッター、オンラインストアの URL も一緒に貼っておくので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。グッドボタン、高評価、チャンネル登録、こっち側かなこっち側もどうぞよろしくお願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。